皆さんこんにちは、女子服大好き緑川です。今日は釧網本線の釧路湿原駅に来ています。今乗車中の列車は釧路駅16時32分発網走行きの釧網本線の普通列車です。釧路湿原駅を越えるといよいよ湿原の中を走行します。北海道ではドライブやツーリングがメインになりますが、この区間は鉄道からの車窓がとてもおすすめです。夏の時期には釧路駅から途中の道路駅まで臨時列車が運行されることもあります。それでは釧路湿原駅からの続きをお届けいたします。釧路湿原駅は1日12人が乗降する駅です。この日も数名の観光の方が下車しました。車やバイクの方も訪れています。こちらは列車のジャングルクルーズといったところでしょうか。こちらの舗装下駅での乗車の平均は1名以下です。シーズンに釧路駅から臨時列車が運行されます。
乗車する際は左側ならたっぷり楽しめます。一緒に乗車している地元の高校生は日常の風景などで勉学に励んでいました。東路駅に到着です。東路湖の近くに位置しており、釧路川のカヌー下りの始発点です。かつては貨物ホームを持つほどの駅でありましたが、乗車は10人以下の駅です。この先は1日7本の定期列車の区間です。朝を逃すと次の列車は14時過ぎです。茅沼駅はタンチョウやオオハクチョウが飛来する駅。乗車人員は10名以下です。
車です。釧路湿原の区間はこの周辺で終了します。このキハ54気動車は冷房がついていません。この日は暑かったので皆さん窓を開けています。発車まで12分あるので一度外へ降りてみます。周遊パスなら気軽に外に出れるので便利ですね。次回へ続きます。ご視聴いただきありがとうございました。